皆さんこんにちは。軽井沢のユニオンチャーチから桜井太斗でございます。当チャンネルはですね、桜井夫婦の軽井沢チャンネルということで、地域のね密着 YouTube チャンネルでございますけれども、本日はですね、今何時だ、7時50分、まだね8時前なんですけれども、まあ、こんな感じでね今旧軽井沢にいるような感じです。軽井沢のこのね観光名所と言われる旧軽井沢ですけれども、まあ、よくね皆さんね昼間に散歩していること多いと思うんですけども、なんといっても散歩といえば朝ですよ。今日はですね旧軽井沢の朝がどんな感じかという様子をお届けしたいと思います。今ですねこちらのオーディトリウム通りのところから来まして、こちらがね小通りという感じになってます。まだね朝なのであまりお客さんがいない感じですけれども、この辺りからね旧軽井沢の方に歩いていきましょう。そしてねリビスコさん、こちらも一度食レポやらせていただきましたけれども、今ちょうどね準備やられてる感じですかね。まだ8時前の時間ですけれども、こちらのテニスコートの前のね通りもねいいですね。まだ人がいないのでこんな感じのね、まあ昼はね結構にぎわいを見せますけれども、こう朝の散歩なんていうのもいい感じじゃないですか。こうね、旧軽井沢の撮影は、まあ、ピークシーズンはね、結構人も多いので、なかなかね、こう、あまりこう、はっきりね、顔が映ってしまうときは、モザイクをかけたりっていう、編集の手間がかかるっていうのがあって、まあそういう事情もあってね、この時間に撮影をしてます。こんな感じでね、ああ、いいですね。ちょうどですね、まあこれ、撮影しているのが、10月の初め、今日は日付で言うと9日になりますので、ちょっとね、こんな感じで紅葉も見られる感じ、そんな陽気です。まあ、といつですね、実はね、今朝ね、最低気温が8度、9度、まあ、来る時もね、電光掲示板で11度ということになってましたので、もうかなり寒いぐらいな感じです。こちらのね、軽井沢観光会館の、この絵がね、私いつも好きなんですけれども、いいっすよね。こういうね、見晴らし台の方に行くバスがあったりとか、ジャムだったりとかね。なんかこのね、絵描いた人は本当に、どなたかわかりませんけれども、なんか軽井沢にすごい愛着を持って描かれたんだな、というような気がしております。朝の時間帯ですけどね、結構フランスベーカリーさん人いらっしゃいますね。ちょっとね店内撮影は遠慮しようかなと思いますけれども、こんな感じです。これね朝の屋さんも結構人入っている感じじゃないですか。ちょっとねモーニングメニュー見てみますか。あれこんなセットメニューあったっけな。クロックムッシュ、ソーセージ盛り、スクランブルエッグ、パニーノという感じになってます。一回私これ食レポしたかな。このねビーフシチューですね、これが軽井沢店限定ということで、ちょっとねあのお値段はお高いですけれども、いいんじゃないでしょうか。軽井沢写真館いいっすね。このね雰囲気がいいんすよ、ね、あのガラスに変なおっさん映ってますけれども、皆さんこんにちは。まあこうね、毎年、軽井沢に来ては撮影ということで、なんかこのね、写真見てるとね、こう、昔ながらのね、こう毎年夏は軽井沢っていう、なんかそういう思い出が蘇るような感じしますけれども。せっかくなんでね、ちょっとね、
ょっと一本裏に入りましょうか。おそらくね、静かな環境で、まあ、どれぐらいね紅葉が進んでるかっていうのもおそらく皆さん気になると思いますので、10月の9日時点ですけれども、裏通り入ってきます。まあ、このね旧軽井沢、美味しいお店や雑貨屋さんなんかも楽しいですけれども、まあ、こんな感じでですね、1本2本裏に入ってみると、こんなね緑の、そしてこれからの時期は紅葉なんかが楽しめたりするのでいいんじゃないでしょうか。そこがねテニスコートですけれども、ここからね本当に1本入っただけでもうこんなね山道のような、こんな感じのね静かで美しい空間が広がってますね。カフェ鈴の音さん到着しました。でこちらのね向かいがね、この室尾再生さんの元別荘なんですけれども、ちょっと上からですが外観撮れるところだけ撮ってみますか。こんな感じ。ちょっと気づいたんですけども、これね実はここにね駐輪場あるんですね。ちょっと知らなかったですけど駐輪場からちょっとねこの裏の様子見ますね。どうすかね、なんか良くないですか。こう駐輪場からね今ね上を見てますけれども、なんか室尾再生さんはですねこの広葉樹が好きだったようで、結構ここねもみじが多いんですよ。まだちょっとね色づいてないかなっていうような感じですけども、これねここもみじですね。おそらくねここね紅葉の時期おすすめスポットなので、ぜひ皆さん足を運んできてみてください。カフェ鈴の音、そして室尾再生さんの別荘ですね、こちらを通り過ぎまして、さらにね奥に散歩を続けておりますけれども、こんな感じで、まあ、結構ね下はね見た目よりも歩きやすいです。ここなんか特にねウッドチップみたいなのがこう自然に引いてある感じで、いいんじゃないですか。まあ、軽井沢のね植栽もねこうまあ別に規則とかはないんですけれども、まあこんな感じですね。低い石垣、基本的にはねこう浅間石っていうのが感じで、浅間石ね苔がねよくつくんでね、こうかっこよくないですか。こんな感じでね、何年かするとねこんな苔がね蒸してくるというのと、あとねこの辺りわかるかな、ローダンツツジですね。これがね紅葉の時期ねまたね綺麗なんですよ。なのでねこの道なんか本当に綺麗になるんじゃないですか。再びオーディトリウム通りに戻っていきますけれども、10月の9日まだね紅葉真っ盛りとは言わないですけども、こんな感じでねちょこちょこと色づいてる感じが見られます。私も軽井沢住んで8年になりますけれども、軽井沢の魅力なんといっても朝っすね。このね
朝早く起きてこう自然の音を聞きながらお散歩をする、これがね何よりも贅沢なんじゃないかなって、一人でカメラ回しながら語ってます。まあ、ベホテル入ってきます。10月初旬、秋の軽井沢からお届けしました。紅葉に関してはまだまだこれからというところではありますが、徐々にですね、夏の燃える緑がだんだんと黄色がかっていって、美しいね、こう季節の移り変わりなんかを楽しめるタイミングなんじゃないかなと、そんな風に感じてます。当チャンネルはですね、地域に密着した情報をお届けしております桜井夫婦の軽井沢チャンネル、ぜひ皆様チャンネル登録、そしてスーパーサンクスなどご支援いただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。